まこなこチャンネルです。初見でハード79話ベース228奪還作戦第1段階ということは第2第3があるのかな。これやっぱり基地はまだなのか。さてウィングダイバーの声が聞こえるな。久しぶりだな。あ、味方と一緒に歩くタイプか。これは力から逃げ出したんだ。帰りたいなんて思ったことはねえよ。基地は敵に占領されているはずです。かなりの危険が予想されます。かかっている。心配はない。危険な仕事は俺たちもやる。なんか軍曹が軍曹がいつもチョコ台にもね前に出てる。あ、ちょっと待ってくれ。そしてこれならばミサイルランチャー持ってくるべきだったか。ちょっと待ってよ、なんでこれは当たらん当たらん当たらん。こっち側だな。先にやるべきはこちら側。重武装なんだよねこれ。重武装のやつは強いぞ。すごくどうでもいい。あ、俺だけじゃん戦ってんのは。ちょっと待ってくれ待ってくれ待ってくれ。あー前に出すぎた。後ろ下がりながら戦うべきか。どういうのがいいんだろうな。あ、ちょちょちょ、アリさんアリさん。うわーエイリアンこれちょっとひどいな。ならばもう手前だけでも、あ、アリに救われたみたいになってるぞ。どうなってるどうなってる。ちょっとよくわからんけど、あ、これ敵が火炎放射器やってきたってこと。ひょっとしてこれあれだな、すごく接近して強くなる。あー囲まれてる。アサルトライフルの方がいいのかな。難しいな。遠くからミサイルランチャーで、ミサイルランチャーか。ちょっとロケットランチャー、あー難しい。さて敵がやってきた。あ、まだ届かんか。わ、向こうは届く。ある程度ダメージ与えてると思うけど硬いんだよねこれ。そして敵が早くもやってきてしまった。重武装のエイリアンどこで戦うべきだ。これとりあえず引きながら味方と一緒に戦いましょう。ここはまず赤いのだけでも寄せ付けないような戦い方。早いな敵のエイリアン寄ってくるの。そして逃げながら戦っているか。うわーちょっと待ってくれ。逃げながら戦ってるからさ回復アイテムが手に入ってない。見えてないよこれ。なんだこれ火炎放射器は敵か。ダメか。いやーこれ味方が遠く行き過ぎなんだよな。どうする。さてある程度までは進んできたけれどもどうなんだこれは。まだまだ味方が逃れる方向で動いているのでちょっとここで早くも敵と接敵エイリアンとね。うわ何がどこのどうなってるかがわからん。うわーちょっと待って。これ反対方向まで吹っ飛ばされた。これは想定外だぞ。だがこれによってあれ案外いけるんじゃないこれひょっとして。これこれで今ミサイルこれ持ってきたんですよね。敵これ登ってこれないんであれば上からどんなもんなんだろうなこれ。ひでえ敵にアリに助けられた感じになってる。倒せているかどうかまでは分からないけど結構硬いんだよね敵も。あんまりここ行っちゃダメだな。
行くと車線が通ってしまう。やっぱり火炎放射器敵だな。当たってるよねこれ攻撃。いやー気づかれた。あとはこれでちゃんとダメージ与えてるのかどうかがわからん。あーでも数は減ってるっぽいな。4体になってるんで。3体になった。これは面白い勝ち方だな。まあ、いやまだ勝ってないんだけどね。そしたら油断すると負けるんで、ここからがまだまだ。なんとか仲間と合流したいな早く。まさかのアリの援護。あれ狙われてると大丈夫か。これ普通なのにももうアサルトライフルでいっちゃってもいいような気がするけどな。最後の最後の油断で痛い目見るのはいつものパターンだからな。あそこら辺味方仲間にできそうな気配。敵は大軍です。正面から敵だ。ああこのタイミングで切れる。お嬢さん方を援護しろ。援護は無用。戦闘時我々を舐めるな。ああ早く仲間にしたいよこれ。この辺りはあ仲間になんないな。あこれ軍曹いつものパターンで倒れて多分何かをすると復活するんでしょう。この二人だけか。地獄にな。仕事の時間ってわけだ。まあここは車線通らんように戦うのがいいんじゃなかろうか。回復アイテム取りに行きたいな。これはさすがに倒したい。ダメだな遠く行った。どんなもんだどんなもんだ。ある程度減らせているので、まあでもエイリアンやるよりかはやっぱりまずは雲だな。これだが玉切れ。そしてなんかやってくる気配見せている。これは倒したい。アンニャロメがどこまで逃げる。うわーダメなの。あー雲が今入ってきたな。だからこっち側に移動すればね、回復アイテムが大量になると思うんだよね。よし倒した。これだったらロックオン早くなるもの持ってくるって手もあったな。いやでもないかそれは。これで回復。あー空中に怪物がいます。
やがった。ここは早く倒したかったな。なんでこんな時間かかってんの、これに。あー、アイテムが。ここは普通に当たるといいか。うん、ここに来ることによってアイテムがコロコロ転がってくるんだよね、上からこの傾斜のねところがあって、それによってアイテム回収がしやすいで、向こう側にカエル型がいる。私がやるとしたらそちら側か。あれは倒したかな。こんな感じで、危ない。まあ鎧がなければどうということはない。よしよし、あれ倒しておしまい。これで終わるのか。終わるんであればアイテム回収行きたいけど、あ、まだ倒し切ってないか。ちょっと上がるか。これはレンジャーは本当役立たないな。頼むよレンジャー。よくやってたね。いいよもう。ったくもうしょうもないやっちゃうなお前らは。まあだからこそ使いたいっていうところもあるんだよねレンジャーは。そしてタサルトライフルがこれは強くなったけど一発のダメージが小さいので難しい。次は基地への接近に成功した。問題はこれからだということで第2弾また次回やっていきたいと思います。ではまた次回ご覧いただけたら幸いです。ご視聴ありがとうございました。